こんにちは、ロッソです。イエイ。今日はね、愛知県豊田市にある大滝渓谷というところに、遊びに来てます。見ての通りね、すごく自然に囲まれたいいところです。ちょっとね、いろいろと散策してみたいと思いますので、お付き合いください。行ってみます。まあ、まずね、大滝渓谷案内図になります。現在地ここやね。これからね、ちょっとこの大滝湖架け橋を渡ってみたいなと思います。結構広いな。見てみようかな。これね、おお、気持ちいい。結構綺麗やな、この橋。カルガモの家族が泳いでて可愛いな。ね、可愛いね。湖っていうかダム湖やな。なんか面白そうやな。鯉とかおる。ここでちょっと狩りしたら面白いな。面白そうだな。下降りてね、遊べたら面白いんやけどな。超自然じゃない？めっちゃ自然。マイナスイオンがね、気持ちいいよね、自然の中だと。やっぱね、俺こういう自然のとこが好きやな。だから田舎が好きなんだろうな。よいしょ。これね、大滝湖架け橋、愛知高原国定公園、国定公園に指定されてんだね。はい、先ほどのね、橋のところから、まあ、ずいぶん下流の方には来ましたけど、ここもあの大滝渓谷っていうところの一部になります。この川のね、音が癒されるよね。苔と音と水、気持ちいい。これどうなったの？降りれる。あ、行けそうな。
気持ちいい。なんかね、小さい頃はね、ここでね、水の中入って遊んだ記憶あるのよな。ちょっとね、足元がね、危ないから気をつけないとだけど、よいしょ。はい、ちょっとね、今日短かったですけど、愛知県豊田市にある大滝渓谷というところにね、遊びに来てみました。まあ、ご覧の通りね、すごく自然に囲まれたところで、気持ちいいところなので、夏なんかはね、これからね、バーベキューとかしに来てもいいかなと思いますので、皆さんよかったら遊びに来てみてください。じゃあねー。